ジャングルクルーズはディズニーパークに存在するアトラクションの名称。ジャングルクルーズは各ディズニーランドパークのアドベンチャーランドに位置しており、キャストが演じるスキッパーの軽微妙なトークに導かれながらボートでジャングルを巡る体験を味わうアトラクションである。百四十一年にウォルト・ディズニーが南米コロンビアの川を遡った時の体験をもとに構想されアマゾン川、ナイル川、 平和地川を再現したコースとなっているもともと、ウォルトはこのアトラクションに登場する動物たちを、本物の動物にしようと考えていた。しかし、本物の動物では思うように動いてくれなかったり、夜行性の動物などもいて、ウォルトの思うようにはいかなかった。そこで、当時開発されたばかりのオーディオアニマトロニクスを使い、どのゲストにも同じような動きをして、 いつでも思うように動いてくれる動物を作り上げることができた。ウォルト・ディズニー・カンパニーは2021年1月25日、アメリカ・カリフォルニア州のディズニーランドとフロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールドにある本アトラクションを刷新することを発表した。ロイターや現地メディアによると、今回のリニューアルではかねてから一部で批判されていた本アトラクションにおける人種差別的な表現。 特に先住民族に対するネガティブな描写が排除され、新たな場面やストーリー展開が盛り込まれる予定だとしている。ディズニーもテーマパーク設計や開発を手掛けるクリエイターたちが熟慮の末に決断したことだと認めた。上で、我々を取り巻く世界の多様性を反映、尊重するとの声明を発表した。なお、ジャングルクルーズは東京と香港にも設置されているが、 アメリカ国外のアトラクションの今後については未定となっている。アメリカの新しいジャングルクルーズは新型コロナウイルスの影響で遅れる可能性があるものの2021年内のオープンを目指している。すべてのディズニーパークのジャングルクルーズで最も古いものであり、ウォルトの存命中に建設された。年月を経てシーン追加、リニューアルがたびたび行われており、現在ある。 オーディオアニマトロニクスの多くが後に追加されたものである。近年では1995年のインディジョーンズアドベンチャー、禁断の瞳の魔球の建設のためにアトラクションの流路変更、街列の建物改修が行われたり、2005年にはピラニアシーン追加、ゴリラテント改修などが行われた。運行経路は半時計回りに進む。ストーリー運行経路は ディズニーランドと同じく半時計回りで、内容、順序も似ている部分はあるが、動物の登場順序が大きく異なる。また、ファストパスの発見を行っているのはフロリダだけである。ジャングルクルーズ基本的な構成は、マジックキングダムのものを踏襲しているが、運行経路は時計回りである。東京ディズニーランド開業と同時にオープンしてから、長い間は、赤や青と白のストライプの屋根に、 シンプルな内装のボートを使用していたが、2000年頃からリニューアルされ、それぞれのボートに個性がついた。ボートにはそれぞれ所有者がおり、その所有者に合わせた内装が施されている。また、ボート自体も古めかしい装飾が施された。しかし、すべてのボートに施行されたわけでなく、稀に赤のストライプの屋根のボートが見られるが、一層しかないレアなボートとなっている。 ジャングルクルーズ、ワイルドライフエクスペディション2014年1月6日より一時的に運休し、同年9月8日にジャングルクルーズ、ワイルドライフエクスペディションとしてリニューアルをオープンした。このリニューアルでは新たにイルミネーションやプロジェクションマッピングなどの商効化が加わったほか、アトラクション全体にオリジナルの音楽が導入された。また、ディズニー映画、ライオン、キングの挿入歌、 サークルオブライフの冒頭部も使用されており、夜間だけしか味わえない、ナイトクルーズの導入や、クライマックスとなる神殿の中では、動物の守り神との出会いと、これまで以上に、スリリングなジャングル探検が楽しめるようになった。ボートの名称一つ一つのボートには、名前が付けられており、川の名前、女性の名前という組み合わせになっている。檻の子間以外はイニシャルが、同じアルファベットになっている。 トリビア他のパークとは異なり、ジャングルリバークルーズという名称になっている。香港ディズニーランドには、フロンティアランドのアメリカ画に相当するものが存在しない代わりに、このアトラクションがアメリカ画を一回り小さくしたような楕円形状をしており、他のジャングルクルーズよりも川幅が広い。川の内側の島には、アトラクション、ターザンのツリーハウスがあり、ここへ行くためのアトラクション、 ターザンのツリーハウス行き方が航路を横切る形で渡されている。内容や順序などは他のジャングルクルーズとはかなり異なり、炎が出たり水が完結線のように爆発するなどといった演出面も存在する。運行経路は時計回りである。ツアー言語は英語、普通語、関東語の3種類があり、言語ごとに並び列が分かれている。 アトラクション強化ボートの名称一つ一つのボートには名前が付けられており、東京版と同様、川の名前、女性の名前という組み合わせになっている。ジングルクルーズはジャングルクルーズのクリスマスシーズンに行われるイベント。アトラクション全体にクリスマスの装飾が施される。2013年にアナハイムのディズニーランドとフロリダのマジックキングダムで初めて開催された。 ありがとうございます。